双子の赤ん坊がね、タタタタタって言ってんのね。たった2分間のビデオですよ。これ普通の人が多分スマートフォンかなんかで撮ったビデオだと思うんですけど、これがですね、1億2500万回以上再生されてるんですよ。ということはこの方はね、1200万前後のこの1本の動画で収入があったってことですね。こんな非常に簡単な動画をただアップするだけで、そんなに稼げちゃう。それが YouTube ですよね。ではもう1本行ってみましょう。これわずかね、30秒しかないこんな簡単な動画。これがですよ、8800万回以上再生されてる。ということは、だいたい800万以上は稼いでるかもしれないね。これ全くの素人でしょ？ね、プロじゃないですよ。その辺のスマートフォンかなんかで簡単に撮ったやつですよね。こんなんでこんな言っちゃうんですよ。赤ん坊のやつだとか、この猫のやつだとかね。こういうのはものすごい簡単だと思うんですね。皆さんもですね、ぜひやってみたらいいんじゃないかなって思いますよ。お金も技術も機材もない中高生でも、パソコン1台でサラリーマンの収入を超える時代、それが YouTube です。大人のあなたはどう思いますか？ YouTube で稼ぐ方法、比較ランキング、今すぐチェックしてください。白枠内をクリックしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。